富士山から望むグリンパ2010年2017年グリンパは静岡県裾野市にある富士急行系列の遊園地である。1966年4月から富士急行が開発を進めた須山山陸地区別荘地、十里木高原別荘地の分譲開始とともに総合レジャーランドを設置したことがきっかけで開園に至る。後に富士急行が富士山二号目南読に展開する。 富士山リゾートの4つの施設の一つ。1973年4月に日本ランドがオープン。1975年7月19日、日本ランド富士ダウンヒルゴルフ場がオープン。1989年4月施設名を日本ランドハウ遊園地に解消。2004年施設名を日本ランドハウ遊園地をグリンパに再解消してリニューアルオープン。園内に シルバニアビレッジエリアが新設され、ウルトラマンのアトラクションのほか、冬にはスケート、それ遊びなどのウィンタースポーツなどができる。また、旧日本ランドとして営業していた当時は、近隣のスノータウンイエティも日本ランドハウスキー場として営業しており、2施設を合わせて日本ランドとしていた。旧日本ランド時代の初期には、マジシャンの初代、引き立てんこをテーマとした。 引きた天候館が設置されていた。その建物はその後建て替えられ、当時としては日本初の屋内型中ちりコースターとの触れ込みで人気を博した宇宙大パニック館となった。運営主体の富士急行は富士山の北陸と、かつて旧日本ランドハウ遊園地のマスコットキャラクターは人気漫画のポパイとオリーブだったが、それらは2000年頃に廃止され、 シルバニアビレッジとして改装する2004年までマスコットキャラクターが存在しない期間があった。JR 古殿場駅からグリンパへの直行バスは平日土日祝祭日も通年運行が設定されている。JR 三島駅、JR 富士駅からの直行バスは土日祝日の1日1往復程度の運行であり、グリンパの閉園時間には帰りのバス便がなくなってしまうため、 公共交通機関でのアクセスは非常に悪い。しかもバスは、各々の駅から、片道50分から75分の所要時間であり、料金も高い。タクシー利用の場合は、JR 御殿場駅からグリーンパまでタクシーを利用すると、片道約7000円くらいの費用で、JR 三島駅からグリーンパまでタクシーを利用すると、片道7500円くらいの費用がかかる。 2004年7月1日にオープンしたシルバニアビレッジはシルバニアファミリー誕生20周年を記念してエポック社と藤山リゾートが共同で企画設置したものでオープン当初は森のパン屋さん等のショップやアトラクションはなかった2005年7月16日シルバニアビレッジ改装1周年を迎え森のパン屋さんがオープンアトラクション気球で遊ぼうと おもしろ自転車で遊ぼう新規導入。2006年頃からシルバニアビレッジ内の森のマーケットでオリジナル商品のシルバニアファミリー富士ミネラルウォーターが販売開始。3 5 0トル販売開始当初は単品販売だったが後に6本パック販売も行われた。ただし通信販売には対応していないので現地ショップのみの 販売であったが2012年にこの品物は販売終了。2009年7月17日、シルバニアビレッジ改村5周年を記念して、新キャラクターのそよ風猫の女の子が登場した。また、新アトラクション、お空の観覧車、そよ風サイクリングが新規導入された。2010年エポック社の企画によるグリンパとかシーカエンとの共同イベント、こんにちは。 森の仲良しパーティーと称した野の花ギとは謎のギが互いに登場するミニイベントが期間限定で行われた。また、同年11月の特定日のみ、シルバニアキャラクター大集合と称したシルバニアファミリーキャラクターが総登場するグリーティングイベントが唯一行われた。2011年9月、2010年に引き続き、エポック社により、こんにちは。 森の中良しパーティーが開催された。北海道のラベンダーウサギ、横浜市の潮風ウサギ、シルバニアビレッジの野の花ウサギ、シルバニアガーデンの花園ウサギが一堂に開始撮影会やミニショーを行った。2014年4月以降は入園料金の値上げ改定とともに、シルバニアビレッジ内の森のみんなの学校が閉鎖され行われていた。 工作教室などが廃止された。同時に平日、休日を問わず開催されていたシルバニアファミリーショーも休止の後廃止された。また、シルバニア森のキッチンは2014年6月20日に閉鎖され、7月からはシルバニアと無関係の鉄板焼きレストラン、ワイルドグリルハングリーに改装された。また、森のマーケット店内のみで使用可能な無料 Wi-Fi スポットが設置された。 2015年春から森のみんなの学校がシルバニアファミリース同時に森のマーケットに併設されていた森のミュージアムが縮小され、森の体験教室として改装し、森のミュージアムに展示されていた一部の展示品は森のみんなの学校に移転設置が行われた。2017年の天空のダリア祭りの園内、シルバニアビレッジは標高が高いため、 平地と比べると平均気温が6度から7度ほど低く、冬季期間の来園時は日中の気温がマイナスになることもある。夏季期間は涼しく比較的快適な気候だが、山岳地域のため突然の濃霧や雨に見舞われることがある。2005年7月に実際に遊べるおもちゃのテーマパーク、おもちゃファクトリーキッズ富士急を解説。 2007年7月に施設をリニューアルし、新テーマゾーン M78 ウルトラマンパークを開設したアスレチック2014年7月に開業した大型アスレチック第3弾アリスとテレスの2つの異なるコースからなる立体アスレチック2013年7月に開業した大型アスレチック第2弾日本最大級の立体メイド 2010年7月に開業した大型アスレチック第1弾。相模湖、リゾートプレジャーフォレストにも存在する。2011年に拡大オープン。M78 ウルトラマンパークおもちゃ、ファクトリーキッズ富士急ショップカフェキッズ富士急のイベントシルバニアビレッジ風農家のお家ショップカフェシルバニアビレッジのイベント2014年4月から休止中。 2013年冬から休止中、現在も開催中。シルバニアビレジエリアのマスコットキャラクターは野の,の花うさぎファミリーで2004年7月に誕生した。野の,の花うさぎファミリーは美しい花が大好きで、富士山の大自然にシルバニア村を再現したのがシルバニアビレジである。野の,の花うさぎファミリーのデザインにおける衣装は、富士山の稜線をモチーフとした顔の模様が特徴で、 両耳の前後部分も富士山をモチーフとした模様が取り入れられている。野の,の花うさぎファミリーのプロフィールは以下の通り、上記の野の,の花うさぎの女の子がシルバニアビレッジエリアに登場し、現在も活躍をしているキャラクターである。2009年7月からはシルバニアビレッジ開設5周年を迎え、そよ風猫の女の子がマスコットとして追加された。二輪車、一般車、 マイクロバス、大型バスなどの通行に際しては、南富士エバークリーンラインの通行料金が別途、必要。二輪車400円、軽自動車、普通車510円、マイクロバス1230円、大型車2060円。上記3駅から出発する路線バスでは、現金決済と追加パスモでの運賃支払いが可能。上記3駅の 各窓口販売で往復バスのチケットとグリンパのワンデーチケットがセットになった特別料金。グリンパが富士急行バスと神奈川県内や東京都内の一部を結び共同運行をする直行バスが季節、期間限定で運行される場合がある。JR 三島駅と JR 五天場駅からタクシーを利用する場合、タクシー会社によっては電波状況により、 校舎地でのクレジットカード決済が使用できないため、現金支払いのみ対応。また、クリンパまでの通行の際に、南富士エヴァークリーンラインの通行料金が必要。校舎地で、タクシードライバーに、現金支払いをする。なお、交通系、IC カードや電子マネーなどの決済も、利用不可である。インターネット割引料金、大人1,150円、子供、 シニア800円。身体障害者、領域手帳保持者割引料金あり。ウルトラマンタローレーンボーシップ、ウルトラマンスタースウィンガーパターゴルフは利用不可。グリンパのライエンには南富士エバークリーンラインを通行するため、有料道路通行料金が別途必要。公式ウェブサイトでの Wi-Fi 利用は森のマーケットで使用可能の告知が掲載されていたが、 危機移設のため実際のエリアはワイルドグリルハングリーの店内に限られている。シルバニアビレッジの開園から2011年12月まで現存する資料類に基づき書きのようにまとめました。ビレッジ内の森のみんなの学校1階教室フロアで有料の工作教室を毎日開催していた。わたうさぎのお父さんがシェフを担当する森のキッチン。大人用メニューと子供用メニューがあり、 内容は季節と年代によって変化。喫茶営業、シーズンイベントメニューも取り揃えられていた。メイン料理、サイドメニューデザート類ソフトクリームドリンク類その他、イベントメニュー盛りのキッチン過去の季節イベントメニュー期いちご林のかわいいおうちは2004年7月からクレープハウス喫茶の営業を行っていた。クレープメニューは季節と年代により変化。 クレープドリンクルイモリの写真屋さんは、ミルクウサギのお父さんがカメラマンの写真屋さん。シルバニア村のみんなが着る素敵な洋服で写真撮影をしてもらう専用のスタジオ。2004年当時最新式のプロデジタルカメラとブルーバックによるデジタル合成背景システムを導入していた。撮影メニューデジタル焼きましたよう可能。ありがとうございます。